水曜日といえばもうお分かりですね。夜8時半から生放送をやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さて激動の春ですよね。2016年1月に導入されていたマイナス金利政策の解除が決まりました。これは本当に大転換です。それゆえに今賛否両論渦巻いているわけなんですが、個人的にはかなり前向きに捉えていますよ。そもそもで考えるとこのマイナス金利政策自体が緊急措置といいますか、まあ、ちょっと特殊なことなわけですよ。金利自体あるのは当然ですからね。ただその解除をめぐるタイミングに対して議論があるというのは、まあそれはその通りだと思います。それで悲観論を展開する事例も見られますよね。コメントいろいろ見てると日本終わりやみたいな、わ終わりだみたいなのもありますよね。やっぱりそういう悲観論っていうのはなんか人々の心に響くんでしょうね。マスコミなんかずっとそれやってるでしょ。マイナス金利は異常なんだみたいな感じでそのね論陣張ってきたくせに、いざマイナス金利が終わるってなると急に金利の心配しだすでしょ。なんなのそれ。マスコミはどっちにしろ不安を煽っていくわけですよ。実にバカバカしい。まあ人間ってネガティブな情報の方がまあ、結構反応しちゃうってあるわけですよ。これは本能的なものなのかもしれませんね。まず人間って生存しなければいけないわけですから、生存を脅かすことにつながるようなネガティブな情報っていうのはやっぱりアンテナ張っちゃってる部分があるんですよね。まあ、ともかく現代社会を生きていくためにはお金って絶対必要になってきますよ。マイナス金利解除でつながってくるのはやっぱり住宅ローンになってくるのかなと思います。まあ、割とですね住宅ローン借りてらっしゃる方多いんじゃないでしょうか。といってもね、いきなりその 0. 何パーがその 3% とかね 5% とかそういうことにはならないでしょう。そうやっていきなりやるとですね、ローン破綻者が続出することになります。そうやって破綻する人が続出して社会不安が高まっていくと、まあ、何もいいことないですからね。景気の好循環にも水を差すことになるでしょう。なのでまあ上がるにしてもですね緩やかなもんだと思いますよ。まあでもこうやって金利が上がるかもしれないっていうのはある程度織り込み済みで考えておかなければならなかった点です。もしギリギリの住宅ローンを変動金利で引っ張っている人がいたら、それはねちょっとまあ確かに破綻する可能性あるなっていう気はするんですけど、まあそれは自業自得かな。一方で銀行の預金の金利も上がりますよね。すでにいくつかの銀行で発表されていますけど、三菱 UFJ 銀行は21日から、三井住友は4月1日から普通預金の金利を 0.02% に引き上げ、マイナス金利導入前の水準に戻すということです。これまでは 0.001 とかですから20倍ですよ。まあ20倍になってもスズメの涙ではあるんですけど、ともかく今デフレ経済からの脱却、そしてインフレ時代に突入しています。激変の時代なんですよ。そこで一歩踏み出す勇気が必要ですよね。もうインフレ傾向ってもう続いていくでしょうから、貯蓄だけではどうにもなりません。結局は仕事をしつつ投資もやるっていうのが重要になってきますよね。住宅ローンについては、まあ、僕は別にその否定派ではなくてですね、あの家ってやっぱ人生の満足度に大きく関わってくるでしょう。持ち家か賃貸か、まあ、経済効率性考えるとどうかっていうあの考え方いろいろあると思うんですけど、まあでも人生一回きりですからね。家を買うのは全然いいんだけども、余裕のないローンを組むのはダメだと思います。それやってしまうとローンに縛られる人生になってしまいますから、住宅ローン組むんだったら無理のない形でローンを組んでですね、まあ、余剰金に関しては投資でしっかり増やしていくと。今後さらに物価も上がっていくでしょう。それに対応するためにはもう貯蓄だけではね、今もう円安基調っていうのも、まあ、このマイナス金利の解除でも今ね円安方向行っちゃってますから、ですから単純に貯蓄するだけじゃなくて、まあ、リスク取ってですね投資やっていくというのが求められるんじゃないでしょうか。何にも対策せずに年金がどうこうっていうのも僕は違うと思いますよ。もうそういう社会じゃないんです。幸いにして今年1月から新NISAが始まっています。投資って言っても一攫千金なんて狙う必要ないですからね。まあ、月にその余剰金もう本当にいくらでもいいと思いますよ。月5000円でも1万円でも、まあ、できる人だったら3万円5万円10万円と積み立て投資をしていくというのが重要です。そうやってドルコスト平均法で積み立てていくと銀行預金するよりはまあ断然増える可能性ありますからね。まあ、暴落して下がる可能性もあるんですけど、インフレ時代を迎えて投資をするのかしないのか、これが今後の人生を占う大きな要因になるでしょう。国に期待するより自分に期待しましょう。マイナス金利解除でも、円安が逆に進んで150円台になり、株は昨日4万円台に上がっていますよね。だから当初まあなんかね円高になって株が暴落してみたいな、なんかそういう予想ももしかしたらあったかもしれないんですけども、そうはなってないと。現時点では経済ってなかなか教科書通りになりませんよね。これはこうなるみたいな感じでなんか予言する人いますけども、
なんかあれやっぱ検証した方がいいですよね、そうなってるのかっていうのを。ということで続きは生放送でやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。